この沖縄で、米軍属によってですね、このような事件が起こってしまったことに対しまして、被害に遭われた方、そして、ご親族の方をはじめ、沖縄県の皆様方に、大変申し訳ないという気持ちでいっぱいでございます。中谷大臣は葬儀で隣に座った翁長沖縄県知事と言葉を交わしませんでしたが、改めて話す機会を設けたいと述べました。